通すとき大丈夫です。これは大丈夫ですよ。紙取っちゃうんで。ここは松坂手作り甲冑製作教室です。2011年から始まり、今回で4回目となります。毎週土曜日に集まり、約6ヶ月かけて作ります。4メートルだろ。はいはい。松坂には4つの大きな祭りがあります。その一つに蒲生氏郷祭りがあります。松坂の町を築いた武将です。この祭りに自分が作った甲冑を身につけて武者行列のパレードに参加します。他にも各地域のイベントから参加依頼を受けることもあります。遠くに見える山は標高312メートルの白米城です。攻めるのが難しく、落城しない城として名を轟かせていましたが、織田信長の命令を受けた当時の木下藤吉郎に攻められ落城しました。この城は山城であり、敵に水の補給路を断たれ、敵を欺くために白米を馬の背に流して水が豊富にあるように見せかけたことから白米城と呼ばれるようになりました。自分で作った甲冑を身につけ、武士の気分で城跡を目指します。こんにちは。上りあり下りありの山道を足取りも軽く武士気分で進みます。戦国時代の武士は鉄でできた重い甲冑を身につけ、この道を歩いたのだと想像しながら進みます。少し足の運びが鈍ってきました。みんなから追い抜かれ始めました。着ている甲冑は紙でできていて軽いのですが、どうも年齢が重荷になってきました。足にブレーキがかかってきました。やっと白米城跡に到着です。みんなが拍手で迎えてくれます。登山口から頂上までは2キロメートルあり、40分ほどで登れます。ゆっくり登っても1時間です。頂上からの眺めが良いため、春の遠足やハイキングの家族連れで賑わいます。手作り甲冑隊の披露です。
熊井城跡の東側の地元と西側の地元がそれぞれの地域から登り始め、頂上で仲良く握手です。この石碑の前で、握手を交わしていただきます。風船を飛ばします。風がないため風船はどんどん上に上がり、関東まで飛んでいったそうです。悪魔以上で戦った戦国時代を味わいながら下山をします。